100日で 200g 理解する。52日目、城島茂さん、タイプ2。図ではここに位置します。ご存知、TOKIO のリーダーといえば城島茂さん。このほんわかしたこの雰囲気がタイプ2も独特です。タイプ2はまあ基本的に飾らないんですけども、城島リーダーも規格外重機を運転できるまあアイドルっていうか、ジャニーズっていうのは彼が唯一無二なんじゃないですかね。で、まあタイプ2独特の茶目っ気ももちろん持ち合わせていて、まあ、それも規格外まあスマップがまあバラエティっていうかな、お笑い王に入ったまあジャニーズの走りなんでしょうけど、もう城島茂さんはもうなんつかな、もうダチョウの息まで入ってる感じですよね。もうすごいです。で、まあタイプ2というまあ仮説はまあ正しいと思ってるんですけども、それだとするとですね、まあテレビで映らない頑固さが絶対あって、とにかくもなんかあるこだわったことにはとにかく誰が何と言っても手こでも動かないの頑固さは絶対あるはずです。まとめ。タイプ2の城島茂さん、城島リーダーといったらもうみんながわかるほんわかさが思い浮かべるような、そのアイコンであるタイプ2のアイコンでした。